お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、世界一度やっていきたいなと思います。8000からねちょっと落ちちゃったんですけど、ガチマルチ今日やっていきたいと思います。シーズン残りあと2日というわけで、世界一が8人いってないぐらいですね。しかもこの世界2位とトロ約5、60差つけてるのもね、なかなかやばいですが、このメガナイトね、エリババロイフグでやっていきたいなと思います。で、今の世界1位はロイジェイエリババ、はい、デッキで行かれてるので、ちょっとねこのメガナイトロイフグで、苦戦し始めたら、まあロイジェイとかまた30日とかにねちょっといろいろ変えつつ、まあ残り2日ね、はい、もう死に物狂いでトラゲやられたらなと思います。いや落ちたっすね。8000から3連敗ぐらいかな今してる状況なんですけど、まあまあまあ、なんかねこのメガナイトエリババロイフグのこのデッキちょっとマイナーチェンジされた方がちらほらあって、そうなんか麦タンとかはこのザッピーと マザネクを抜いてマジアちゃんにしてヒースピ、なんかどっちかをまあ、マザネクでヒースピを入れることによってやっぱサイクルがね、回転サイクルがちょっと上がるので、なんかいろんな組み合わせがいますね。で麦タンはホバリングとマジアチャでヒースピ型、なんか他にはホバリングとザッピーでヒースピ型とか、まあ、とりあえずなんか魔女がねさよならしちゃってるんですけど、なんかいろんな組み合わせがあるのでちょっとね、まあ、回転速い方が使いやすいよっていう場合とか、負けたらねいろいろいじりながら、はい、トロ上げできたらなと思います。誰が来るかな。さあ来た。あー、ワンハイブ、これポンペオバルーンですね。インドラメガゴの高回転バルーンのファイボザップっすね。いやだから嫌ですね簡単に言うと嫌ですね。ファイボ打たれるだけで僕バルーン止まんないので、ここで5覚えしてくれたらいいけど、バルキリーになってる。ちょっと違う。なんか変わってますね。なんか違うっすね。変わってる。となると、まあ、ラバルとか、まあ、いろいろ考えられますが、いや、これさ、インドラ咲いて、バルキリーも咲いてるんで、多分行っていいと思うな。すっげえ。ネクロ遊んでんな、相手。さては。フリーズ。待って。何やこれ。まだバルーンはネクロがね、ジムに強化されたんでね、使ってみようぜっていう感じ。ネクロ使ったらエリババ刺さるけど、まあバルキリーいるしっていう。まあバルーンじゃないのかな。あって、このマザネク世界一無駄した。好きにやるならやればよかったし、ケツからやるならケツからやればよかったですね。まあ。ほぼ最低。逆サイバルキリーバルーンとか来そうだな。バルキリー来たらタルで下げちゃおう。スケラでしたね。まさかの。全然俺の予想と当たんないっすね。あとフリーズあったっすね。さあ、ホバリングを延命して。いやー、いい。スケラフリーズですね。あ、全然相性良さそうだな。まあまあいるしな。いや、この人マジでバルーン使いなんですよ。だから環境変わって、なんか苦戦してるから変えたとかですかね。まあ、スケラーに魔女取って、あとはタルババも温存しときたいかな。まあでもここ、メガナイトで言ったら、インドバルキリーでカウンター来るから、まあそれなら、ここで魔女使って、でいいかなっていう思いがありましたね。いや、これエリババスッパーでいいかな。暇すぎるな、結構。結構暇すぎる。自分から攻めるとカウンター来るから、あんま攻めたくないですね。あと相手はホバリングがきつそうなので、ホバ積極的にね、出していって。さあ。ユニット対決勝ちたいっすよね。フリーズがありますもんね。で、タルババ欲しいな。これタルババないとちょっと怖いよな。さあ、でもまあ豚が竹取ってくれるのは熱いっすね。魔女で、矢の飴もあるのか。いや、矢の飴強えな。で、矢の飴使ったら関係ねえか。あ、でも、ザッピーが頑張れそう。いや、なんならこれ、追加エリババ最強説ないですか。これ、だって、バルキリー咲いて、これ、エリババ止まんねえぞ。エリババ止まんねえぞ。ネクロか。いや、きついぞ、絶対。いや、マジで。お願い。祈ることしかできんけど、俺。マジ、祈ることしかできんけど。いや、回転が早いな、相手。
焼いてなかなか回転が早い。まあ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 、まあ、これはねいいんじゃない。エリファでちょっと流れをつかんだので、あとインドラにね積極的にファイブを打っていって、そんな感じかな。インドラにファイブ打てばなんとかなりそうだけど、どうなんだろう。これ打ったらやばいかな。でも打たないとなんか美味しくいかれるのが嫌っすよね。さあちょっと端前ね対決するのが今回大事になってくる気がする。フリーズか。ああそうっすね。まあ、でもこれザッピー頑張れるんじゃね。端前戦っとけば僕はあと負けないのと、サイコロ踏めばいいのでね。よし、さあ踏めばこれホバとマザニク両方ともフリーズかけるのは多分結構無理っすよね。さあ来ましたね。これは逆サイエリババの民じゃないでしょうか。でおスケ使ったぞ。あーアイスピーいいね。でちょっとねフリーズとかかけにくそうなところにホバリングとかも出して、いやーいいですね。ロイホクも行ってきた。オッケー、でけーけど多分あんまもらえないですね。さあすごいな、なんか環境今遊ぶシーズンだって終了2日前とかで、スケアイスピネクロスケラってなかなかですけどねまあでも、まあ、スケアイスピネクロバルキリーなのでエリババには強いんでしょうね多分エリババにだけは強そうだけどな。でもエリババだけなんですよね。エリババ以外がいますからね、ちゃんとエリババ以外のなんだ、僕だったら今回ロイホグとかメガナイトホバとか、他にもロイジャイデッキとかも、そうエリババプラスのゴレとかエリババプラスのエレジャイとかなので、エリババには強そうだけどみたいな他止まんねえよみたいなデッキでしたね。でもなんかめちゃくちゃやばい人いて、ロイジャイランバーのデッキがあるんですけど、ロイランバーベビーメガゴゴボリ、まあ、エレスピかヒースピかみたいなのあるんですけど、その世界一ロイジャイがね上手い人がいるんですよ。そうでボブザロックって言うんですけど、その人がルーカスですね。その人がロイジャイの枠をエリババにしてるっていう、だから主軸がもうエリババランバーベビーメガゴデッキみたいなの使ってるんですよね。でやばい人見ましたね。さあルーカスね、なんか沼ってゴレクロ使ったりエリゴレ使ったりなんかチンパンしてたっすね今シーズン。さあまあ多分ロイっぽい顔してますね今の流れは。さあ多分ロイだな。トリトンマザネクのロイじゃないのかな。コウモリとかワンチャン回転早いのかな。さあマザネク、まあ多分エレキとトリトンとかだと思うな。これたまたまここにトリトンとか来てくんねえかな。さあ来ない。まあエリババ相手もいて僕もいますね。なんでロイにエリババは徹底で、まあ、それ以外はなんか雰囲気でやっとけば大丈夫じゃないかなと思います。よし、さあうん、さあここ悩むな。ちょっとメガでいいかな。ワンチャンロイ来るっすよね。これ5来んのかな。これ5来たらバカやばい。まあでもあこれあれか、しかもトリトンでキング起動だ。うわやばい、それやばい。うわーマジかー。でも今ファイブ使ったよな。これさ左側ロイフグ行ったら激アツとかねえかな。激アツとかない、ワンチャンない、全然。うわーマジかー、キング起動か。いやメガナイトは出さないが正解か、なんかしとけばよかったっすね。さあロイエリババの民ですね。まあダメージ言ってトントンなのでそんな焦る必要もないですけど、ちょっと嫌ですよね。さあマザネク、これにはファイブを打つかどうか悩みですが、打っていい気もするよな。さあお互いなんかやっぱ攻めるとエリババ来るからそんな攻めれないっていう展開が続いてますよね今んとこ。両者めっちゃ見てる。さあホーバー相手のちょっと回転速いのがね怖いですね僕は。さあ豚作ってくんねえかな。さあエリババ出したらねやばい気がするんですよね、けど出さないのもちょっとやばい気がするんで出しました。いやなんか盤面がカオスすぎてさマジでやばい盤面がやばいんだよなマジで。
あ、豚マジで邪魔だな。さあお互いすごい様子見。さあこれはまあエリババでね、でザッピ置いて、うわこれ突破されんのもしかして。いやでもこれさちょっとチャンスだと思うんだけどな俺。いやこれ固めたらさダメか、固めたらエリババだもんな。いやセパーでよかったな。さあからのこれ多分メガナイト出したらもう一周ロイが多分来ると思うので、メガナイトそう出さずにエリババで守っ、あユニットで守って、なんならこれあるっす、すごいある、ありそうだけどな。これ多分ユニットをぶっぱのタイミングじゃないのか、結構入りそうだぞ。あーマジか、ホバーもうちょっと、ホバーもうちょっと、やばい間に合って、ふっ、うっ、痛ぇ、待って豚、うわマジかー、くー、いやこれはこれはなんかむずかったな。いやそう全然これはまあ勝てないことはない、勝ちたいっすね。そう勝ちたいけど、なんかロイホグで攻めるたびにやっぱね損してましたね。ロイホグで攻めたらさエリババ来てカウンター来てみたいななるから、基本的にやっぱロイホグ出さずにメガナイトホバー、メガナイトザッピーもう一回繰り返してよかったですね。最後あれロイホグ飛ばさなければ一応ホバーは入ってたじゃないですか。そうだからまあでも飛ばさなかったら入ってなかったのかな、まあ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 みたいな思いつつ、で、こういう高回転のロイに気持ちついていけなくなるので、まあ、何か一枚をヒースピにしたりとか、してる人もいます。なんか、麦とかは、マザネクヒースピで、ザッピーをマジアチャにしたりとか、他の人は、ホバリングザッピーでヒースピにしたりとか、結構ね、そう、中身をいじってる人がいたので、ちょっとね、苦戦してきたら変えようかなと思います。さあ、これあれですね、ムート U の、アウトロー枯渇ですね。うん。雪玉ロケだったと思います。さあ、で、ここ、おっせんだな、マジで、ムート。いや、ムート遅すぎてさ、これ、ザッピーで負けそうだよな。マジで。マジで遅いんだよな、あれ。おもろいぐらい遅いっすよね。さあ。で、アウトローは踏んでいいと思うんだけどな、これダメなのかな。踏む？まあ、一旦踏んでみてから考えるか。アウトローいるときに、なんか基本的にメガナイト行っちゃうとカウンター来るイメージがあるので、まあ、今ぐらいだったらいいんじゃないのかなと思ったんですけど、まあ、攻め5あるから別にいいのか。押したの。まあまあ、やりごぶ安牌になったんでね。これがまあまあ、アザニクのちょっと強みなのかな、今季。いや、5落ちたいけど、まあ、あれはホバ回収にしますか。いや、打ってもよかったかな。もう一枚ユニット咲かせれた気もしないこともない。さあ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 。次は一応樽がある。ちょっと、なんかね、逆サイのプリンでつつかれるの嫌だったんで。で、ホバで対応して、まあ、真ん中アウトローとか。さあ、ダックプリで受ける。確かに、エリババにダックプリもちょっと強そうですね。うわ、それ入るんだ。いや、これでもちょっとなんか嫌っすよね。すべて受けれない。ふふふ。まあ最悪ね、マザネクとかで受けて、下の守れねえから、もう、逃げます。僕のね、よくする防衛ロイホグで。これタギが変わるんすよね。おっきょきょき。そう、タギが一回全部変わって、でけえ。いや、防衛ロイホグナイスすぎん？いや、でもダメージ痛すぎん？からの、いや、ケツメがあんま良くないと思うんだよな。ダックプリとアウトローで受けられるから。まあでもしないのもなんかちょっと暇になっちゃうから。さからの、これちょっとね、攻めたいっすよね。チャンスっすよね。やっぱり。で、これは5っていいの？で、僕は端前プリン警戒して、あとは。ローヨクこれ飛ばせば結構いいんじゃない？相手多分ロケ防衛とかじゃないと、これ守れないっすね。多分ロケ、ああ、そうっすよね。で、僕は右側だけダメージ受けないようにして、右側だけね。からのっすよね。ホバー良くない気がするけどな。ファイブ2周回すあれ。ちょっと行っちゃおう。ファイブ打って、これ豚がちょっと入ればいい。
横ずれてるよな。やばい、目が痒くなってきた。そう、豚がちょっと入ってくれれば勝ちだが、耐えれるか俺もしかして。耐えれねえ、やばい、佐藤やばい。さあ、あ、待って、俺回転が遅いから、待って、やばい、ほんとやばい。いや、ここで逆に攻めてあげて、もう守らない。 OKOK、 タゲを、でこれ多分全部耐えれる、全部耐えれる、全部耐えて OK。 あぶねえ、てかファイボー多分ゴブリンの方が早かったっすね最後。あぶねえ、あぶねえ、マジであぶねえっすね。いや、なんかムートが遅いからどうなんだろうね。なんかムート逆にめっちゃ残って強い説もありますよね、普通に。なんかでも追加、端前の追加ムートは、まあ、間違いなく下放されましたね。まあ、けど、逆にユニット貯めるっていう意味では、気持ちね、ちょっと前よりは使える。なんかそんな感じですね。まあ、ほどほどに全然下放にはなってないんじゃないかなっていうぐらいのムートですね。この子つぶなんか若干本当にこの人と他の人もですけど、なんか謎に使われてますね。まあ、だから陸系が多いデッキはね、今エリババがやっぱ流行ってるので、そう、普通に陸が多いデッキはちょっと今強い気がしますね。だから結構ラバとかも今減ってて、多分ね、あの空で攻める間にエリババにもうあのボコボコにされるんですよ。そう、エリババが強すぎてね。まあだと思うんですよね。だから今結構陸環境、そう、陸系が強いデッキが強いんじゃないかなっていう。エリババいるから空が強いって思いがちですけど、あのシンプルに辛いエリババがシンプルに辛い。多分そんな感じだと思います。きた、うん、この人は神技、陸で攻めるデッキのイメージがありますよね。だから、まあ、ムート、マジアチャ、マザネク、エリババ、多分ゴーストユーノとかそういう感じだと思ってます。うん、さあ、ゴースト結構強えな。ザッピーそんなやっちゃうんだ。あぶねえ。さあ、マジアチャが隅っこから出てきましたね。マジアチャ対応しつつ、まあ、あのマザネクもね。あ、待って、攻撃してくんねえんだ。さあ、これエリババでもいいんじゃない。なんかエリアドをこれ取った気がするんですよ。で、これをエリババで受けられて、メガナイトで踏んで、カウンター。一体やれ。うわ、でいけ。一体やったらでいけ。いや、これ踏む必要あるかな。相手、ムート、ムートとかなんですよね。いや、踏んどくか。いや、踏んで損はないと思うんだけどな、マジ。踏んで、公園にザッピーつけます。いや、ゴースト？ゴースト来るか。いや、これ、違ったかな。いや、いい言うの受け。違ったかもしんないな。いや、でも絶対今エリアド取ってたから、ここでエリ回収されるぐらいなら、さっきてか今ロイフグつけたりとかで攻めてもよかった気がしますね。いや、迷ったな。まあ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 、めちゃくちゃ迷ってる。さあ、マザネク、あれにファイブ打ったらマジアチャがちょっと怖いよねぐらい。いや、ゴースト強え。さあ、来た。あれはまあまあでいいよね。で、逆サイはエリババで何でも受けれる。さあ、受け対決ですね、お互い。さあ、延命されたくないな。で、相手は今回でもファイボとかがないので、結構ね、僕のユニットたちは頑張ってくれそうだけどな。いやー、この、言うの痛えな。たまたまなんか来ねえかな。うん。まあ、待ちゲーですね、やっぱ。待ちまくります。で、左ちょっと受けてんの痛いな。いや、すげえ、こんな待つかーっていうぐらい相手も何も出してこないですね。すげえ試合してる、お互い。まあ、でも本当に、攻めたらやっぱカウンターがね、来ちゃうからっていうところで、お互い今見てますね。いつどっちが仕掛けるかっていう。さあ、怖えな。怖えよ。怖えよ。ファイボ削りで勝てそう、今んとこは。今んとこはね。さあ、捨ててくる。いや、全然飯ねえんだな。すげえ試合してる。入れ。いや、でけえ。俺さっきからこのダメージ一生入ってる気がする。待って。いや、いい。豚でちょっと止めてね。
いやでももうちょっとだけ怖いっすよね。いやこれ逆再ブッパーされる可能性あるけどな。さあメガナイト使って流れが変わるぞ。でここで多分右側エリババ行くのがね大事大事じゃねえのか。いや大事だったよな絶対。いやでも相手の受けもうめえな。あ待って豚が押してる豚が押してる。あまあまあまあいい。初戦豚さあ初戦豚。オッケーオッケーオッケー。いや僕は守ってるだけで今んとこ勝てそうですね。そろそろ端前マジアチャで射抜きたいとか相手は思ってる頃だと思うんですけどね。これ行ってエリババなんかいろいろファイブ打ちてえな。ん当たるかあれ。当たるなら打っていい気がする。さあ打ってこれ別に全部守れるんでね。で踏んでいやいい。いやこれ相手終わったっすよね。間違いなく間違いなく終わってて一回こっちに攻めて5打ってからの左5個スローフグだと思います。なんならここでしばいてからの一回ね一回しばいてこっちに本気にならしてからのエレキが降ってくるホバリング。よしよしよし。さあさあさあなんだこれ豚増やしてあげてね記念に記念に増やしてあげてみたいな。増やす必要もなかったか。あれなんかやばい。あでも豚がもう一回あれマサネ君もう一回さよならしたらもう一回豚にいいねいいね。こいつここにファイブっちゃうで全部さよならしてオーケー。さては噛み合いしようなのかな。なんかやってる感じなんかイチャコラしてただけなんでまあ何とも言えない試合だったんですけど。さあまあそんなわけでトロ全然変わんねえな。ねずっとここいる気がする。さあ次勝てば大トロだった場合8000に戻れるかな。いやー今期な世界1位はどんぐらいだろう。今8-2であと2日でしょ。まあ8-4行くとかじゃないですかね。まあ世界一8-4だとしたらいやーそんぐらいまで行きたいっすね。マジ無限に寝ずにマルチやればワンチャンあると思うんだけどな。数こなします。質も大事ですけど数も大事です。いや追い込みます。今季頑張ろうマジで頑張ろう。うんそう今季ね。まあ麦とか KK は当たり前にトロ高いと思うんですけどそライクさんも結構仕上がってると思ってて天ゴッド焼き鳥とかもね今季結構マルチやってるので焼き鳥全然やってねえな。あいつだって今7人とかでね寝てるんで。そうテンゴットも今季めっちゃ頑張ってるんでちょっとみんなでねマルチ上行きたいですね。さあマッチングきたサンドボックスだ。いやしかもトロが引きんだよな。今日ねやばいっすよね。なんか勝っても20何棒とかしか引けてないので勝った時にね40とかせめて30は欲しいっすよね。さあサンドボックス、まあ、この人はバカうまい人です。トライブゲーミングの韓国のトップ選手です。さあロイジャイかな。さっきも試合しましたロイジャイです。でエリババがいるからここいやエリババで攻めるぐらいならよかったのかな。さあママが来る。さあママですね。これなんかエリババで受けるよりはメガナイトで受けた方がいいかなと思って。なんならこれ後ろにエリババつけるだけで普通はしんどいよねっていうので行きます。行ってこーい。あとは祈るだけだ。俺は祈るだけだ。うまい。待って何その受け。あでもこれ全部残りそう。おエリババが強い。これさもしかしてだけどーんもしかしてだけどキング折っちゃって。キングじゃねえ。いやいいにゃーん。いやいやなんかあれだなーマジで。なんかダメージ入っても嬉しくねえっすよねこれ。なんか何やこれ何この感じっていうすごいっすねね。やばいあと400になってる。そんな簡単にクララってタワー折れるゲームだっけ。ホバ出してね5打ってくれたらラッキーですけど多分打ってこないと思うな。さすがにうん、まあ、踏んでいいと思うけどな。いやーホバ残ってほしいな。いやいいエレキだ。さあまあザッピーも使ってよくてロヤグ飛ばすとエリババでねカウンター来るのでできるだけ飛ばしたくないですね僕は。
で、ここはまあ入りババで守る。これ多分5打たないと終わるっすね。相手5打ってきます。5打っても終わりそう。あ、間に合い、オッケー、危ねえ。さあ、いやちょっとやばいよな。でもこれでやばくなる意味が分かんないもんな。で、ちょっとプレッシャーかけて逆サイロイホグで1本おるけど、あれかな、相手も、相手これ守んのか。うわ、守ってくる。うん、ファイブ圏内。いや、ファイブ圏内熱い。いや、ファイブ圏内は熱い、さすがに。で、これ絶対こっち、こっち時間稼いで、エリバ1体だけでも戻れば、オッケーオッケー。5秒、4、3、2、1、耐えて、耐えて、耐えて、俺のカウントダウンだけ早い。お、危ねえ！オッケーオッケーオッケー。さあ、グッドゲームでございます。もうメガナイトの後ろにエリバをつけただけ。それでね、勝てる世界。いや、ひどい。さあ、そんなわけで、ベスト5位ですね。めちゃくちゃうまい選手もみんなエリババレで、ね、苦戦してますと。いうわけで、ぜひね、今シーズンは皆さん、ロングシーズンということで、ドラグね、頑張りましょう。よければね、このデッキも皆さん使ってみてくださいというわけで、おります。よければチャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。